こんにちは現在一般の人向けの新型コロナウイルスワクチンの接種の予約が始まっています最初は高齢者そして次に呼吸器系の病気がある人や心臓病、糖尿病などの病気を持っている人そして一般の人へと続きます予約は電話予約とネット予約が主なものとなっていますが電話がつながらないとかネット予約が難しいなどいろいろ問題があるようです 今回は新型コロナウイルスワクチン接種の予約で電話をする場合に注意したい点についてお伝えしたいと思います新型コロナウイルスワクチン接種の予約方法は大きく電話予約、ネット予約この2つです電話予約は指定された電話番号に電話をして口頭で予約をするというやり方です電話の相手は人間ですので予約はやりやすいですよねしかし予約の窓口業務の人数は限りがありますので 電話がなかなか繋がらないということが問題になっていますそしてもう一つの問題がありますこれが今回この動画で一番お伝えしたいことですそれは一部の自治体において予約用電話番号としてナビダイヤル0570が使われているために電話をするとお金がかかるということですかかる料金ですが距離や時間によって変わりますまたナビダイヤルは単道窓口に通話が繋がったタイミングから費用が発生するのではなく 呼び出し中でもお金がかかりますしかも新型コロナウイルスワクチン接種の予約は待たされる時間が長いので結構な期間が取られることになります中には私は電話かけ放題に加入しているから関係ないよこう思う人がいるかもしれませんしかし実はナビダイヤルに関してはかけ放題の対象外となっていますですので携帯会社のドコモ、AU、ソフトバンク、楽天などでは ナビダイヤル0570で予約をしようとする人に対してこちらのような注意喚起をしていますいかがでしたでしょうか 新型コロナウイルスワクチン接種の予約ですが、もし電話番号が0570から始まるダビダイヤルになっていたら、かなりの費用がかかることになります。ですので、もしお金をかけたくないのであれば、インターネットでの予約をお勧めします。ただ、中にはインターネットを使ったことがない、スマホを持ってない、パソコンを持ってない、このような方もいると思います。そういう方は、家族や友人、知人などに依頼して予約を取ってもらうという方法もあります。 ちなみに私の住んでいる地域も電話予約は涙やりになっていました。ワクチン接種は国費で行うのでしょうから電話予約を有料電話ではなく0120番号の無料にしてほしいものですけどね。今回の動画はこれでおしまいです。ごご視聴ありがとうございました。